皆様、本日はようこそいらしてくださいました。3年ぶりに高砂高校ジャズバンド部ビッグフレンドリージャズオーケストラが岡山に帰ってきてくれました。今年もなんとスチューデントジャズフェスティバルでバンド自体はグランプリを、そして藤野くんと岸本くんが個人賞を取ってらっしゃいます。素晴らしいですね。いますから、この山里組、今は違うんですよね。今乗ってらっしゃるのは、ジュニアバンドの皆さんだけれども、今3年生の山里組のみんなはこれがなんと随分楽しみにしてくださってたようですが、ルネスデビューになりますね。そして最後なんですね。寂しいですね。じゃあ最初はこの何でしたっけ、佐藤組さんですね、ジュニアバンドの皆さんの演奏から入りたいと思います。このなんか見つめ合ってるっていうのは気まずいですよね、なんとなく。ちょっと早いのですけれども、始めていただきましょうかね。それでは演奏お願いします。ビッグフレンドリージャズオーケストラ、どうぞ。
バンドも登場します。第2部では3年生山里組としての最後の演奏もありますので、最後までよろしくお願いします。先ほどお送りしました曲、インザムードでした。ソリスト紹介します。アルトサックス、島崎秀。テナーサックス、佐藤佳音。トランペット、松本真央。ここで少しだけ私たち佐藤組の紹介をさせてください。高砂高校ジャズバンド部では毎年部長の名字を取って〇〇組と呼んでいます。今の代では3年生の現部長の名字を取って山里組、私たち2年生の代では次期部長の名字を取って佐藤組となります。佐藤組は個性豊かなメンバーです。先輩方に負けないようこれから頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。続いてお送りします曲はリトルクラウンジャグです。この曲はテレビ CM にも使用されているので親しみ深い曲だと思います。それではリトルクラウンジャグです。どうぞ。Thank you.
が演奏しました曲、ドリブラーの仕上げでした。ソリスト紹介します。トロンボーン川端玄太。ここで2年生中心バンドから1年生中心バンドに交代してお送りします。今の1年生は楽器未経験者だった人が多いんですよね。そうなんですよね。けれども短い期間の中であっという間に成長していきました。そうですね。私たち2年生も1年生に負けないようもっともっと成長していきましょう。それでは曲の方に移ります。ヘイバーナーです。どうぞ。
エバーナーでした。ソリスト紹介します。ピアノホルテ、ウリュウミオ。続いてお送りします曲はラブです。この曲は高砂高校ジャズバンド部がモデル校となっている映画スイングガールズのエンディング曲としても使われています。それでは曲の方に参りましょう。ラブです。どうぞ。
やっぱりいつもと環境が違うとあまり眠れませんよね。はい、結局先輩に起こしてもらいました。置いていかなくてよかったです。それでは曲の方に移りましょう。続いてお送りしますけどは、北口 A トレインです。この曲は日本では A 列車で行こうという曲名でも親しまれており、ジャズのスタンダードナンバーの一つです。高砂高校の最寄り駅である高砂駅では、高砂高校ジャズバンド部が演奏したこの曲が電車の発着時のメロディーとして使われています。なんとこの夏にはそれを記念したプレートも完成し、高砂駅に飾られています。高砂駅にお越しになった際には、ぜひ一度耳を傾けてみよう。高砂駅にお越しになった際には、ぜひ一度探してみてください。それでは曲の方に移りましょう。Take J Train です。どうぞ。
ここで15分間の休憩をいただきます。